はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。明日テストのゆうころです。昨日まで体調悪くて今日完全に治ったんですけど、気づいたら明日テストでした。しかもその授業が4単位なんですよ。大学生ってまあ1単位2単位4単位とかあって、1とかはもう全然落としてもいいんですよ。で2ってまあ落としてもなんとかなるんですよ。4落とすとえぐいんですよね、損失が。まあ、言うなら30万円月収がある社会人が6万円落とすみたいな、もうそのレベルなんですよ。絶対落としたくないんだけど、そのテストが明日あります。勉強してません。逆に動画撮っていこうと思います。今回なんですけども、五条悟る領域展開してみたと、してみた、イエイ。なんかドッキリにしようとしてますけど、本当にします。でそもそもですね、五条悟るには今回領域展開は実装されてないわけですよ。領域展開はできないわけなんだけども、とあるコラボのキャラと組み合わせることで、まあ実質ほぼ領域展開できるんですよね。まあそれがこちら、マーベルコラボのロキですね。こちらが10ターンの間、自分の属性が闇に変わって、計算ドロップ倍の覚醒無効全回復っていうスキル持ちなんですよ。10ターン自分の属性が闇に変わるっていうのが、これどういうことかっていうと、種属性が闇に変わるんですよね。で、五条悟ってもともと種属性実はこれありまして、無属性っていう種属性が入ってるんですよ。まあつまりこのスキルを使うと、種属性が闇に変わります。で、さらに副属性も闇のまま残るんですね。つまり、このキャラなんと、84億出せるようになります。まあ、厳密には84億出そうと思うと、えげつない火力がいるから、まあ難しいんだけど、まあ実際50億、60億が簡単に出せるようになるんですね。まあ今日は領域展開した五条悟るを実際に使っていこうと思います。はい。ちなみになんだけどね、五条悟るの種属性って、まあ当然裏関数42億なんですよ。副属性裏関数の場合、420億ダメージがいるんですね。まあそんなの普通無理だろうと思うかもしれないんですが、まあそれを可能にするのが五条なんですよね。まあ今日は実際に使っていこうと思います。パーティーはね、ちょっと変わった感じで使っていきます。ソフィーにネプチューンつけてます。これヘイスト要因で採用してます。はい。あと封印耐性ですね。で、フシグロム組、ボンタ君でリダチェンしていきます。で、ベリアルですね、ルーシー使っていきます。はい。で、エネルギー安定、こちら、ゲームエンペラー使ってます。で、ゲームエンペラーは通常攻略においてめっちゃ強いんで、また今度ね、まあ、人と組み合わせ使ってみようと思います。はい。で、あとは、五条悟る、ロキ装備継承と、あとはフレンドさん、五条にペガサス継承って感じになってます。ちなみにね、実際五条継承ロキ装備は、通常攻略とか、こういう百花3とかじゃないと、基本的には使えません。やっぱね、気候城とか、神秘とか行くなら、ギミック耐性が必要になってくるんで、結構ギミック捨てないと厳しかったりはするのかなとは思います。なので、ま、今回はね、百花3で使ってね、もう五条で無双していこうかなと思います。はい。で、基本的にドロップ加工はネルギガンテを利用してやっていこうと思います。はい。で、とりあえずね、序盤に関してはまあまだね、特に大丈夫なんで、一旦ヘイストだけしながらやっていきましょうか。ヘイストってかごめん、スキルダメだね。ちょっと前半はね、スキルダメしてあげて、五条、そして伏黒の離脱にしていこうと思います。じゃあ一旦カット。オッケー、じゃあ実際に準備整ったんで、領域展開していこうと思います。はい、これでまず領域展開してあげましょう。ロキのスキルによって種属性が10ターン闇属性に変わります。これ見た目だと変わってないんだけど、ちゃんとね、変わってます。はい。で、さらにここで、まずネプチューン打ちますね。はい。ドラゴン悪魔の攻撃エンハンス。まあ、これちょっとね、50年乗らないんで関係ないですが。2ターンエンハンスに、さらにネルギガンテで、こちら、ゲームエンペラー使っていきます。で、4ターンエンハンス溜まるんで、まあ、10ターン後にまたね、一応打てるようにしてます。はい。じゃあ、無効貫通、一回組んでみますか。どんぐらい火力が出るのか。で、正味、落ち込んに耐えることになるんで、この編成は。まあ、実際の話、落ち込ん来るの必須なんで、まあ、そこはね、ご了承ください。はい、まあ、一旦無効貫通と三属性組んでいきます。闇落ち込んがどんぐらい降ってくるかでもう火力がガラッと変わります。闇3セットか。3セットだとこんな感じ。やば、副属性20億。バカだね、これ火力。やばいね。で、しかもさ、伏黒恵み打ってあげたら2倍エンハンスのローケじゃん。そう考えたらマジバケモンだよな。いや、これとかももはやね、がっつり削りたいところではあるんだけど、ま、さすがに削り切るのは無理なので、ま、任務に関してもね、一旦無効貫で殴っていきます。は？指剣士？お前、裏切り者？お前何勝手に指現象してくれとんねん。営業妨害やぞ。まあ一応ソフィーアンス打ったんで、ちょっと削ってみますか。まあちなみに五条はね、無効貫通組まないと火力はね、結構低め。てか低めではないの、正直言って。42億は出るんだけど、さっきのまあ種属性200億出てるわけなんですよね。そんぐらいのもう、まあ馬鹿力を出したい場合は、無効貫はもうほぼ必須。2.5 倍乗るからね、やっぱり。まあ、ちなみに無効貫通ない場合の闇2セットでこんなもんっていうのも一応紹介しておきます。闇3セットか、いいね。
ヤミーさんセットだと、129億。いいね、これ五条の副属性で五条がどんぐらいバカげたキャラか分かるの。いいね、マジで。いや、マジで五条ってリーダースキルとかスキルだけ注目されて弱いって言われがちだけど、やってることやばいからね、このキャラ。マジの化け物ですね。はい、続きまして、3階層。さあ、超暗闇があと1ターンなんで、早く超暗闇が消えてほしいところではあるね。じゃあ、消えたんで、もう一回無効貫通組んでいきます。行きましょう。やっぱ無効貫だよな。ゲンマエンペラーの目覚めって、結構控えめなのかな。ネルギアンテの方が降ってくるイメージがちょっとあるわ、なんか。オッケー、じゃあこれでいきます。はい。闇1セットなんで、ニコンモカさんは乗らないけど、あー、とんでもねえ、落ち込んだ。ナイス。さあ、14、15、16。どうこれ ?189 億、ナイス。できればもう半分切ってから来て欲しかった、その火力は。あ、でね、このね、欠損に関してはちょっとね、仕方なさがある。何してくれてるのほんまに。そう、ほんまの営業妨害やん。ほんまに。いや、普通にガチで。止まるわ、バルキリーさん。ねえ。そういうことやっぱやったらあかんことってあるやん。わかる?なあ。何事もね、限度ってもんがあるんだよ、バルキリー。ねえ。聞いてる?バルキリー。今、ナイス、落ち込ん、来た!さあ、19コンボ、257億、ナイス!倒していきます。まあ、これはあれだね。ゆうこれさんに裏で頑張ってもらいましょう。ちょっと、スキル溜め直します。カットー!てか、あれじゃね?別にこれさ、あと何ターン?あと2ターンぐらい残ってるでしょ。そこまで火力出していくか、一旦。おっき、186億でけもうバカ、これは。いや、なんか変なの、変な削り見えたな、マジで。じゃあ、ここで、ちょっと一回、伏黒打ちますか。伏黒打ってあげて、削ってみますね。いきます。伏黒の2倍エンハンスがあれば、無効貫通がなくても、実質的に2倍エンハンス入るんで、十分削れるはず。いや、あとは、マジで、目覚め落ち込んだんだよね。ほんと、その落ち込みにかかっとる、この編成は。マジで落ち込みゲーなんで、闇落ち込みがどんぐらい来てくれるか。できれば4セットくらい来い。いや、3セットか。まあ、それでも、計140億でぶっ倒していきます。なんか今、140億が当たり前みたいな感じになってね、これ。それがやばいよね。ナイス!いや、ジルレガードはありがたい、これ。ちょっと耐久しますね。カット。オッケー!じゃあもう一回領域展開してあげて、種属性解放していきます。さあ、こっからまたしても全力で殴っていきます。で、ここ一旦伏黒のエンハンス使わずいきますね。伏黒エンハンス打てばめっちゃ軽く出せるんだけど、まだ打ちません。次打ちます。ここは一旦通常パズルで。はい、普通に無効貫通含みながらの11コンボ。さあ、落ち込ん来い!ナイス落ち込ん!これでね、伏黒も軽く出せるはず。17コンボで五条は199億。ナイス!さあ、これでまずね、押し切っていきますと。で、あ、ソフィーも出るな。いや、ソフィーにしようか、これ。ここを、ネルギガンテ打ちますね、まず。ネルギガンテ打ってから、ソフィー打ちます。あ、ちなみに、五条悟がどんぐらいやばいかはね、パズルやってる人なら、右の柱見ればわかると思うんだよね。これ10ターン耐久した結果なんですけど、10ターン耐久で、敵が20億 HP の、99% 減だから、2000億 HP あるんですよね、こいつ。もう半分持ってってるんですよね。10ターンで。まあ、どんぐらいやばいかちょっとわかるかなと思います。はい。じゃあ、ちょっとここで、無効貫全力コンボして、ちょっと強一の火力狙っていこうと思います。いきますね。いや、これは意地でも火力出したいね。まあ、落ち込んにもよるんで、ちょっと落ち込んにも期待していきましょう。あ、こっちの方がいいな。ちょっと、右側に反らしておいて。闇ドロップ以外はすぐできるだけ消えやすいようにしておきます。はい。さあ、これで闇無効貫と3セット含みつつ落ち込ん。ナイス!闇大量に消えてるよ !18、さあ、どうだ?来たー42億 !42 億! 半分持っていっちゃうんすよ。五条は。五条は持っていっちゃうんすよ。とんでもないね、マジで。で、さらにここで、どうしようかな。伏黒打って、ペガサスも打っておきましょう、これ一応。ダメージ無効スキル。で、全力コンボしていきます。さあ、行きましょう。ただ、指延長はないので、ここはもうしっかりさっさとコンボ組んでしまって、さあ、これ闇落ち込ん乗るかな?ネルギガンテが頑張ってくれるかどうか。闇3セット振ってくれば突破可能だけど。ま、さすがにね。けど、これでも40億いけんじゃね?
イトルで今日は領域展開した五条で百科スリーやる動画でした。あのね、普通に五条ね、やばいわ。何がやばいって、副属性42億じゃないですか。出てるダメージ420億なんですよ。これ同色の場合って10分の1なんで、ちゃんと420億なんですね。種属性が。まあなので五条に関しては、上限解放が出た時あたりに、とんでもないことになるんじゃないかなと思ってます。はい。今の環境ではね、ちょっと火力もったいなさを感じる五条なんですが、今日は領域展開して使ってみる動画でした。ということで、ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。